こんにちはっす。開く PC バッグの新色でございますか。届きました。私のこの開く PC バッグの中身を紹介したいと思います。パソコンはもう残念ながら、机の方に置いてあるんで、パソコンはもうすでに入っておりません。これにプラスパソコンが入った状態で、私は会社から帰り、朝会社に来るという生活を送っております。あ、こっから行きましょうか。こっから。これアップバンクのこの開く PC バッグの、限定でついてくるピンバッジ。ビリ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 。まずケーブル、ここにここのポケットにケーブル入れてます。ちょっと、はい、これ鍵ね。はい、鍵。もうボロボロになっちゃったんですけど、パズドラのストラップがついてます。財布、これ私が今使ってる財布です。小さいんですけど、これでやってます。で、中行きます。よいしょ、オープン。で、ここにパソコンが入ってます。普段は今外してますけど。で、飴、喉のシュッシュ、息すっきりのやつ、このこれハロ北海道マスクの替えで、あとこっちが私のカード入れ、いろんなカードが入ってます。病院の診察券とかいろいろ。カード入れがこの内ポケットで、こっちのポケットがケーブルとワイマックスで、あとここに暖房バッテリーでしょ。で、この仕分けあるじゃないですか。開く PC バッグってこうやって自由に仕分けの場所を作れる。これは今のところ1個しか使ってなくて、ここにMac の電源で、結構取りづらい感じになってるんですけど、なぜかというと、私は普段会社では Mac をそのレティナディスプレイっていうものにつないで給電してるんで、これを使ってないんですね。これ外出時だけ使うの。で、あとここに私が常時使う酔い止めとか、私結構酔いやすいんで、酔い止めとかバファリンみたいな薬と、あと冬なんでリップクリームでしょ。で、こっちがお守りとハンコ。このハンコの入れ物可愛くないですか。もうかれこれ10年ぐらいかな、12、3年使ってんのかな、このハンコの入れ物。ほら、可愛い。これいいっしょ、これって感じですかね。で、なんていうのかな、アップバンクで開く PC バッグの特集記事って散々あると思うんですけど、この中身をこう自由にこう仕分けできる、このこれが3つ入ってるんですけど、まあ1つはここで使ってて、で、さっきアップバンクの記事見たら、これの使い方としてこういう風につけるとポケットになる、ここに入れられるポケットになるっていう使い方を知ったんで、まあ、今は特段入れるものないんですけど、今後入れるものがあったらそういう使い方をしたいなと。アップバンクのね、開く PC バッグの記事はね、いざ自分が買ってみるとね、非常に勉強になってですね、県360真面目に記事ちゃんとやっとんなって。いやいや、今いないな。ちょっと今度褒めたいと思いましたね。この仕分けは、まあ、特に使う用途がないときは下の方とかにこうやって貼っとくのがいいらしいですよ。私こういうものを適当にバラバラ入れてるんですけど、ここにパソコンを入れて、基本的に私が持ち歩いてるものすべて終わりで、もともとリュックサック5年ぐらいずっと使ってたんですけど、リュックサックの時も入れてある中身同じ量で、もう一個ちょっと私の独特な点としては、そのイベントの時とかに出歩いたりするじゃないですか。今の時期だとこのパーカーを持ち歩かないといけないんですよね。で、このパーカーをパソコンをここに入れた状態でリュックサックにいつも入れてたんですけど、その開く PC バッグの誘惑に対してずっと無視してた理由がですね、パーカーが入らないだろうって思ってたんですよ。ところがですね、ここ数日試したところ、余裕で入ってしまう、こうやってっていうことが判明しました。
もちろん1泊2日とか2泊3日の出張になっちゃうと、まあ私は無理です。あの週刊スキーの、 あの矢崎さん副編集長、彼は2泊3日までこのカバン1つで行くって言うんですけど、あの私は信じられません。ただ普段使いっていう意味ではなんか十分いけるなということがここ2日3日使って分かりましたので、ちょっとそれをですね紹介でございます。以前私が PC バッグをその紹介する動画を撮っていた時に、その買った PC バッグ買った開く PC バッグ買ったって動画の中で言ってたと思うんですけど、なんか本当に買ったんかいとか本当に使ってますのみたいな、そういう質問きっと来るかなと思ってこの動画は撮りました。どうですか、この業界におけるこの一種のこの流行、一種のこの宗教と呼べるこの開く PC バッグ教に私が陥落してしまったというこの滑稽な姿っていうのはどうですか。あの概要欄にですねアップバンクの開く PC バッグのレビュー記事すんごいたくさんあるんです。レビュー記事だけじゃなくて、用途とかこうやって使えるよみたいな記事がすんごいたくさんあって、どれもすごくいい記事なので、どうぞ皆様あの見てみてください。で、あと開く PC バッグのこの色、このジーンズっぽいこの非常にカジュアルなやつはアップバンクの限定カラーです。で、まだ在庫あるんですけれども、なくなったらまたいつ買えるかとか分かんなくなるので、このカジュアルな開く PC バッグですか、欲しいという方ぜひともお早めにお買い求めください。限界突破フィロソフィーが70に響き渡る。